こんな記事をね、見つけましたけれども、えー、8月17日、まあ、2日後でございますけれどもね、えー、朝日新聞の社説でございます。<laughs> 閣僚靖国参拝、首相に歴史観はあるか。もうタイトルからしてなんかあの余計なお世話だっていう話だし、あの、あじゃああなた方にはあんのかって話なんですけどね、まあ、まあ松尾がちょっと置いといて内容を読んでいきましょう。はい。 菅政権になって初の終戦の日のおととい3人の閣僚が靖国神陣に参拝した菅首相は参拝せず自民党総裁として私費で玉串料を納めることにとどめたがその2日前には自衛隊を指揮監督する立場の防衛省を含む2閣僚の参拝もあった敗戦から76年首相自身の歴史観もまた厳しく問われる15日に参拝したのはあの萩生田光一文部科学省小泉進次郎環境省井上信二科学技術担当省 萩生田小泉涼氏は昨年に続く13日は岸信夫防衛相と西村康利経済再生相現職の防衛相の参拝は16年末の2016年ですね2016年末の稲葉朋美氏以来のことだ萩生田氏は自国のために尊い犠牲となられた先人に尊数の念を持ってお参りするのは自然な姿だと語ったしかし軍国主義の精神的支柱となった国家神道の中心的施設に閣僚ら政治指導者が参拝することは遺族や一 一般のの人々が犠牲者ををむのとは全く異なる意味を持つ日本が過去への反省を忘れ戦前の歴史を正当化しようとしていると受け,止め受け取られても仕方あるまい靖国神社には先の戦争を指導し東京裁判で責任を問われた永久戦犯14人が合意されてもいるサンフランシスコ講和条約で東京裁判を受け入れ国際社会に復帰した戦後日本の歩みの否定にもつながりかねない、えー、憲法が定める政教ぶりの観点からの疑義もある 戦争の経験者が減り記憶の風化が懸念される中歴史からどんな教訓を汲み取り現代、えー、未来に生かすのか、えー、全国戦没者追悼式での首相の式辞は昨年の安倍前首相のものを概ねなぞるだけで自前の、えー、見識や思いは示されなかった。 93年の細川森弘以来、歴代首相はアジアの近隣諸国に対し、深い反省や哀悼の意を表明してきた。ところが安倍氏は第二次政権下で、加害責任に言及するのをやめ、首相も今年同様に触れなかった。安倍政権の継承を掲げてその座についた首相は歴史認識も踏襲するのだろうか。 15日には安倍氏も靖国神社に参拝した。現職の首相当時は就任1年後の13年末に一度参拝したきり見送っていたが、昨年9月の退任後は折に触れ参拝を繰り返している。首相は官房長官当時、沖縄の苦難の道のりへの理解を思いやる小長武知事に、私は戦後生まれで歴史を持ち出されても困ると述べた。先日の広島での平和記念式典では、 えー、核廃絶への被爆国への役割に触れた最も重要な部分を読み飛ばした歴史に真摯に向き合うことなしに首相の責務を果たせないと知るべきだということですけれどもね、まあ、突っ込みどころ満載だしもう今さら突っ込んでも仕方ないこと,こところもあるんですけれどもならばこの記事を書いたに、えー、方の子孫、ね、子供や孫にも、ね、あわよくば隙を見て日本を侵略しようとしている国々に謝り続けると場合によっては金を払い続けると言って、えー、子孫に負債を負わせ続けているわけです。 いやあなたが勝手な考えを披露するのはいいですよ、でもそうやってね子孫にまで恥をかかせる、さらには先人たちを貶し続ける、そんなことが許されるわけないわけですよね、普通に考えればね。まあ ただね、ね日本の最大手の新聞がまだこんなことを言ってるレベルだということですよ、はい、だからメディアはこうだと、だからメディアはこうだから、もうわれわれはなんかこう、メディアと接するときにで、まま、ちょっとね、いろいろ、もうちょっと考えを変えて、えー、やっていかなきゃいけないのかなというか、えー、気が、まあ、改めていた,まし,いたしました、ね、取り上げるまでもないようなあの、しょうもない論説ですけれども、一応、まあ、私の <laughs> 考えをお伝えするのを兼ねてね、今回、あえて取り上げましたけれども。